もともと人間だった人たちが様子おかしくなっていくんですね。What's going on? ということで、今緊急で動画を回してます。Call of Duty Modern Warfare 3のゾンビモードの映像が発表されましたので、そちらを前半は見ていき、そして後半は DMZ モードをプレイしながら、まあ、今後ね、そのゾンビモードっていうのはどうなっていくのかな、みたいな話をね、深く話していきたいと思います。それじゃあね、早速こちらの、昨日ですね、昨日の真夜中に公開されたゾンビモードのムービー見ていきましょう。Let's go! 始まりました。これね、わかんないんだけど、主要人物なのかな？一瞬で映って消えちゃったかちょっとわかんないんですけど、まあ、こんな感じでね、ある人の視点でストーリーは最初始まっていって進んでいくわけですね。で、結構ゾンビモードにしては人数が多いというか、戦争感がすごいんだよな。今までのゾンビモードとはかなり違ってね、市街地戦っていうのもあるし、こういったね、人、仲間、そして敵部隊っていう戦争感ありますね。中に入っていって、何かを確保しようとしている。大きな音、そして C4 を仕掛けて、ここに入っていく。いや、このね、特殊部隊感かけるゾンビモードいいですよね。僕今まで結構いろんなゾンビのゲームやってきましたけど、やっぱりね、現代戦とゾンビってね、なんかね、ロマンあるんですよね。さあ、ここで、またね、ムービーがちょっと変わります。ゾンビが死んでいて、で、このね、中央に、なんかね、ガスのようなね、ものを保管しているものがあるんですよね。はい。そしてこれを取ると。はい。なんかね、主要キャラクターたちが結構登場してるので、これなんか、本編と関連あるのかなとか思ってんだけど、どうなんだろう。まあね、毎度ゾンビモードは結構ストーリー性は、キャラクターごとのね、ストーリー性は結構ちゃんとあったりするので、まあ、そういったのもね、期待ですよね。さあ、ここで別の部隊、警察部隊のような部隊が出てきます。ロケットランチャー構えて、それを妨害していく。このシーンを見ていくとね、やっぱり NPC、もしくはまあ、プレイヤーとの戦闘、まあ、少なくとも民間人、ゾンビ以外の勢力との戦闘は、まあね、あるんじゃないかなって感じはしますよね。敵兵士はスナイパー構えて、これ対戦車ですね。このスナイパーライフルね、方向がもうぶっ壊れてってる怖い怖い。ここでどうするかと、これなんですよ。持っていたのをぶん投げて、で駆け込もうとするんですけど撃たれてしまって、これはもう間に合わない。しまった、ギリギリいけたんですけど、このガスが放射、どんどんね、辺りに広まっていくと、もともと人間だった人たちが様子おかしくなっていくんですね。こういうのあれなんかな、アウトブレイク1にもあったのかな。僕アウトブレイク1はほんとね、序盤の方にしか触りぐらいしかプレイしてなかったんで、ちょっとねあんまわかんないんですけど、少なくともね、BO シリーズのゾンビモードには、こういう人間がゾンビに変身するっていう要素はね、なかなかなかったので、まあ、結構現代風なね、まあ、テイストなのかなっていう感じですね。いやー。でもちょっときらめいてるんだよね、目が。という感じで、まあ、これちょっとわかんないけどね、もしかしたら人間がゾンビになるとかいうのもあるかもしれませんね。そして、大勢のゾンビたちから逃げ惑っていく。というのを映像で見ていた、こちらの、まあ、ソープ率いるチームですね。まあ、行ってね、殲滅しなきゃいけないから、まあ、とりあえず行くぞ、みたいな話をね、してますね。まあ、少し、もう少しで地上に着くぞ、っていう話をしてます。オペレーションデッドボルトって言いましたかね、多分。まあ、今回の作戦はオペレーションデッドボルトとして投下されていきますよ、みたいなストーリー性なのかもしれません。コールオブデューティモダンオフェア3。でね、こちら、もうちょっと昨日発表されたんですけど、オペレータースキンということで、ゴーストのですね、ゾンビスキンが皆さん手に入ります。そういうことなんで、まあ、少なくともゴーストとソープはまあ 100% 登場するんじゃないかなっていう。まあ、本編のキャラクター多分ほとんど使えると思うんですけど、まあ、主要キャラクターとしても登場する可能性がかなり、まあ、濃厚かなと思います。まあ、これちょっとね、
この画像を鵜呑みにしちゃうと、なんかまるでゴーストがね、死んだまま登場するみたいな感じになるけど、多分それはないと思いますよ。うん。さすがにね。まあ、という感じでね、コールオブデューティモダンウォーフェア3のゾンビは、こんな感じの対 NPC、そして対民間人 VS ゾンビというね、三つどもえの戦闘が期待できるような、まあ、ムービーが今回ね、発表されました。まあ、あくまでもゲームプレイムービーではないので、まあ、ここからね、見ていって、僕のね、考える、ここからはもうあくまで妄想ですよ。妄想なんですけど、まあ、どんなゾンビモードになっていくんじゃないかなって考察も含めて話していければなと思います。まあ、じゃあね、一応 DMZ モードでね、近しいモードにもなっていくみたいなんでやっていきましょう。Let's go! というわけで、ゲーム画面やってきました。もうゲーム起動するとすぐにね、こんな感じでゾンビゴーストっていう感じで、ゾンビのね、まあゴーストスキンがもらえますよっていう、でっかい宣伝が行われています。まあこの宣伝の通り、実はモダンオフェア3じゃなくて2でもうすでにね、使われるらしくて、9月の27日なんで日本時間だと9月の28日のまあ、夜中、真夜中深夜になるかなと思います。まあなどね、シーズン6入る前ぐらいかな、転向してね、まあゾンビのキャラクターを使いますよっていう感じですね。まあテクスチャとかはね、多分、モダンオフェア3のゾンビモードを基準に作られてると思うので、まあ、どんな質感だったりとか、まあ、ゾンビの見た目だったりも、一応ゴースト越しに見れるんじゃないかなと思います。じゃあね、早速 DMZ やっていきましょう。というわけでゲーム画面やってまいりました。いつもの DMZ モードを。まあね、今回発表されたアウトブレイク 2.0、まあ、DMZ ならぬ MWZ と呼ばれるゾンビモードに関してもですね、まあ、ここ、アルマズラと同じぐらいの大きさ。のマップでゾンビモードがプレイできるらしいんですよね。まあ、なので、こんぐらいの広さでゾンビモード。そしてね、今回のムービーで、まあ、ほとんど明らかになったと言ってもいいんじゃないかな。ゾンビ以外の銃を持った、まあ、生き物というか、敵対生物との戦いっていうのはね、ほぼ確実にあのムービーを見る限りはあるんじゃないかなと思います。まあ、以前からね、実際のような形で生き残っている生存者と戦えるみたいなリークはあったんですけど、まあ、そういった要素をね、前面に押し出したムービーであったことは間違いありません。で、ゾンビモードということでやっぱりね普通にゾンビとも戦うんですけれども、まあ、あのムービーを見る感じ、まあ、ゾンビのこのエキスとか投げつけて敵キャラクターをゾンビに変貌させたりとか、もしくは自分がゾンビになって戦ったりとか、まあ、そんな感じのね、カジュアルのバトロワ的なシステムあるのかなとか妄想しつつ、まあ、おそらくはね、そういうのはあんまり搭載されずに、まあ、純粋にね、普通にゾンビと、そして人間との三つどもえの戦闘っていうのがね、まあ、繰り広げられるようなイメージじゃないかなと、まあ、個人的には思ってます。まあ、なんで、今までのゾンビモードって言ったらね、やっぱり4人と、そしてね、大勢のゾンビ、そしてまあ、アウトブレイクになりまして、一回 NPC のボスだったりとか、そして中ボスとか、危険なエリア、そして閉鎖的なエリアで戦いつつもオープンワールドでも戦えるっていうね、新しいゾンビモードだったと思うんですけど、まあ、今作は完全オープンワールドと呼ばれていて、今のところはね、ラウンド制と呼ばれるようなゾンビモードになるっていう情報があまり少なくてですね、まあ、しかも閉鎖的なエリアも発表されていないことから、従来のラウンドでしかも閉鎖的な、もう本当に古典的なコールオブデューティのゾンビモードっていう要素は結構ね除外していて、かなりね挑戦的なオープンワールドのゾンビモードっていうのが実装されるんじゃないかなと思います。まあね、一応武器とか、そしてねパークだったりとかアイテムとかも、まあ動画を見る限りね、いくつかは見えています。まず一つ目がね、ちょっとわかりやすいんですけど、モンキーの爆弾ですね。猿の次元爆弾の、ティーレレレレレレって、音楽でゾンビ引き寄せてね、爆発するって、あれが映っていたりとか、そしてね、まあ、各種のパークのカンカンがね、若干映ってるんですね。まあ、そういったパーク類は缶に入って、これからもう使えるようになるらしい。しかもね、これリークでは一応ですね、DMZ モードみたいに、そのパークの缶を持ち帰って、次のラウンドに使用することができる、みたいなね、話もずっているので、まあ、今後ねもしかしたらそういったね持ち帰り要素に対応しためちゃくちゃ強いパークとか、そういうのがね発掘されるかもしれません。ちなみにワンダーウェポンとかも一つ出ていて、ケロベロスって呼ばれるね、コールオブデューティブラックオプスの CW かな、 CW コールウォーに出てきたケロベロスっていう、まあ、ワンダーウェポンが登場するんですね。動画で映ってるのは廃れてる、壊れてしまって、もう本当にお倉庫の奥底に、まあ、沈められてるみたいな映像なので、まあ、もしかしたら、なんかこういうのは登場せずにまた新しいのが登場するのかもしれませんが、まあ、少なくとも過去作との関連性であったりとか、まあ、アイテムの共有とか流用であったりっていうのは確認できますね。
なんで今までのゾンビモードの世界観が好きだったって人たちも、まあ、ウォーゾーンというか、モダンウォーフェアのゾンビモードになったからといって、まあ、大きくね、何かシステムが変わるっていうのはなさそうな気がします。ワンダーウェポンも引き続き登場しますし、まあ、普通にパークとかもあるしっていう感じで。これね、ツイッターで見かけたんですけど、これ鋭いなと思ったのが、今回ね、最初にムービーで登場したザカイフたちが率いる、まあ、パーティーというか、舞台が、一番最初にね、毒ガスが入っている、まあ、なんか、ポットみたいなものをね、取り出して、そのね、カプセルを手に入れました。で、その前に、二人ぐらい来ているんじゃないかな、みたいなね。四つあった中で、二つしか残っていなかったので、少なくとも他に、舞台がいて、二つ先に取られていたんじゃないかな、みたいなね。そういった想像をするツイートがありました。僕それ見て、あ、確かにそれはそうだなと思いまして、やっぱり今作、その PVP であったりとか、他の舞台の示唆っていうのがね、すごく、まあ、要素としていろんなところに散りばめられているような印象がありますね。まあ、ちょっとね、ザカエフっていう言葉を出したんですけれども、まあ、僕あんまりね、ストーリーモードばっかりやっていたというか、マルチ勢なので、そこまでは詳しく知らないんですけれども、まあ、コールデティウォーゾーンの1の方でもザカエフ登場していたらしくてですね、かなり登場回数としては多いキャラクターとなります。で、因縁があるキャラクター、でまあ、悪役側の、キャラクターなんですけど、今回腕を打たれてしまったので、まあ、今後ね、どういう風にムービーに登場するのか、そしてね、主人公たちの邪魔をしていくのかっていうところもね、かなり、まあ、すごく気になるところですね。特に、まあ、その話で言うと、タスクオース141が、このゾンビモードにも登場するっていうのがね、確定しました。ソープ率いる部隊、そしてね、その指揮官である監督者としてね、登場しているラズウェルが、引き続きですね、ヘリコプターのシーンでも、まあ、主人公のキャラクター、まあ、僕らのね、使うプレイヤブルキャラクターに対して話しかけているのが、まあ、映っていましたね。っていう感じで、今回タスクフォース141もゾンビモードに実装というか、まあ、侵入していくわけで、僕らはどの立場でプレイしていくのか、まあね、スキンとか変えていくってなると、世界観とか結構波状しそうな気もしますよね。まあ、タスクフォース141でやっているっていう体でストーリーが進んでいくのか、敵プレイヤーはあくまでも、なんか他の部隊、っていう感じで、タスクフォース141だけど、まあお互いに敵対してるみたいな感じで進んでいくのか、ちょっとそこら辺はわかりませんが、少なくとも、まあ動画をね、全部見てみて、あらかたのコンセプトとしては、ゾンビという大きな巨大な敵がいて、そこにいろんな部隊が目論みを立てながら、新しいマップに侵入していくっていうコンセプトがね、しっかりと見て取れましたね。まあこれ自体ゲーム内に実装されなかったとしても、ストーリーとしてはそういったね、まあ PVP、PVE のような敵対関係の持った部隊たちが戦っていくっていうストーリー性は少なくともあるようですね。で、今回のね、ゾンビモードの舞台なんですけれども、ツイッターでね、Call of Duty Modern Warfare 3の情報めちゃくちゃバンバン出てるんですよ、最近。暗号を、まあ、打つと、その暗号に対応した、まあ、情報とかを教えてくれるみたいな感じで、ゾンビモードって打つと、ゾンビモードインカミングとかね、教えてくれてたんですけど、その最新の情報がですね、なんかどうやら、ちょっと、今回のゾンビモードのマップに対して言及してるんじゃないかなみたいなツイートもありました。それがですね、ゾンビのティザー映像だったりとか、そして、ね、今回のそのツイッターの DM での情報提供によると、ラスアルマスのアップデートのバージョンで、いろんなね、見た目、地形自体がかなり似ている、小岩がある池があるということで、まあ、舞台はラスアルマスがすごくアップデートされて、いろいろなね、構造とかが変わったバージョンがゾンビモードには導入されるんじゃないかな、みたいなね、意見があります。まあ、これに関してはね、かなりいろいろ情報が飛び交っている状態で、まあ、ゾンビモードも、一応ね、そういったオープンワールドのステージ、プレイしていくっていうことなんで、まあ、マップ数的にもね、でっかいマップって多分1マップとりあえず作ったら、まあサービス中盤ぐらいまで、とりあえず半年ぐらいまでは絶対出ないと思うんですよ。新しいマップっていうのは。っていうことを考えると、まあバトラのマップと共有なのかなっていうのはね、まあちょっと想像できると思います。サルマスがね、今回の、まあ、ゾンビモード、そしてウォーゾンのマップっていうのはね、結構まあ信憑性高いんじゃないかなと。個人的には感じてますね。まあ、ラスアルマスと言われればね、まあ、前作のコールエリティモダンオフェアの、まあ、バトラーマップだったということで、かなりね、人気マップだったことは間違いありません。でね、アルマゾラもね、結構まあ、面白いマップではあるんだけど、やっぱり砂漠地帯が多かったりだとか、まあ、何もないエリアが、まあ、こういった風にですね、かなりあるということで、まあ、ここら辺とかね、かなりね、まあ、海外も中心に、そしてまあ、日本でもちらほら見てたかな。まあ、そんなにね、いいマップだ、みたいな意見はね、あんまり見ませんでしたよね、少なくとも。まあ、っていう感じ
じなんで、今回ラスアルマスが帰ってくるということで、まあゾンビモード、そしてウォーゾンモード、まあ DMZ モードでももし実装されたらですね、かなり面白いマップ、そして面白い遊びになるんじゃないかなと感じています。まあマップ自体はまだ公式の情報出ていないので、これがね、絶対性だっていうのは言えないんだけど、まあただ、マップって作るのくっそ大変だから、最近この情報で出ている中で、ラスアルマスをね、まあモデリングした映像とか画像とかが使われている以上ですね、まあ登場するのはね、結構濃厚というか、まあ本当に 90% 近くね、登場する可能性があるんじゃないかなと、個人的には思いますね。まあっていう感じなんで、今回ね、ラスアルマスが舞台、そしてアルマズラのようなオープンワールドの DMZ スタイルのゾンビモード、そしてですね、第3舞台として、まあ敵プレイヤーもしくは NPC プレイヤー、こういった風にですね、銃撃戦で戦っていく。その中にゾンビも来て生き残りをかけていく、脱出を目指して、そして脱出するとパークや各種アイテムを拾って、その次に繰り越し遊ぶことができるといった RPG 性のあるゾンビモードというのが実装されるみたいですね。まあ、今回結構そのムービーとしてもね、プレイ映像出なかったんですけれども、モデリングとかキャラの動きの質だったりはやっぱりね、トライアクサン感があったんだよね。個人的にまあもしかしたら違うかもしれないけど、まあ少なくとも関わってるのは確実なので、ムービーのね、あの質感とかはやっぱり BO っぽい感じを感じました、僕自身は。まあということで、今回ですね、コールオブデューティモダンオフェア3のゾンビモードに関しては、トライアークが監修、そしてね、マルチプレイはスレッジハンマーゲームス、そして一応キャンペーンはインフィニティワードも担当するんじゃないかなみたいなね、今噂が当たってますね。でレイヴェンソフトウェアが一応今後もアップデートだったりとかバトロワの監修をしていくんじゃないかみたいな感じで、まあ4つの会社、今までねコールオブデューティシリーズを牽引してきた4つの会社がみんなで手を取り合ってですね、もうみんなで作っていこうみたいな作品になっていくんじゃねみたいなね、リークというか、まあみんなのね、予想であり望みっていうのがね、結構海外で展開されてますね。まあ、僕自身も、あれなんですよ。それなんで話したかっていうと、発売の会社、関連してる会社のところにバーンって全部載ってたんですね。その会社たちと。そしてね、まあその傘下のちっちゃい企業たちが書いてあったので、まあその4つの会社が中心的には作っていくけど、いろんな会社がね、みんなで手を取り合って作っていくんじゃないかな、みたいな感じで、この会社がこれを担当みたいな感じで、役割分担して作っていくっていうわけじゃないと思います。来年のね、Call of Duty もあると思うし、まあ忙しいね、会社は絶対必ずどこかにあるので、まあ、全部が全部ね、この会社がゾンビモード担当とか全部 100% やるっていうのはないと思うんですけど、まあ少なくとも大まかにはね、そういう知見を与えあったりとか、まあ、みんなで作っていくっていうのはあるんじゃないかなと思います。まあなので、今作コールビューティーモダンオフェア3はゾンビモードもかなり力入っているような感じがしますし、まあ新しい要素、新しいモダンオフェアのゾンビということなので、今後もねリークの映像だったりとか、そしてねもう公式のティーザー映像だったりとかを見ながらリアクションとかね、そしてこういった考察の情報とかを皆さんに提供していければなと思います。まあ、またね、ゲームプレイの映像出たら確実にどういったゲーム性っていうのが分かっていきますから、その際はね、また皆さんこの動画をチェックしていってください。